ション楽しかったな。新庄村の皆さんにたくさんのイベントを用意していただきました。のとろの水煮、鳥のお雑煮、エコツアーに麺炊き、本炊き、あれ？あと何か忘れてるような。あ、そうだ、オオサンショウウオ。タカヤさん、オオサンショウウオを探さないと。キャーテロピー、ガラガラ楽しい。さよなら、ほんまにありがとうございました。新庄村のみんなとお別れした後、露天風呂番付で西の横綱とも言われる砂湯に行きました。ここで新庄村で遊び疲れた体を癒します。気持ちいいな。気持ちいいね、お風呂。あー、ちょっと来てよかった。これは砂湯に、ちょっと待って、じゃあ俺もちょっと待って、帰らないでください。ちょっと待ってください、カンペ出てますよ。え、カンペ出てますよ。いや、もうオオサンショウウオいいやん。もう見つけられんかって。いや、夜行性ってそんな知らんわ。いや、もう俺終わった気でおるで、もう今日のロケはもう嫌よ。実はここ半崎祭りというお祭りが催されるほどオオサンショウウオと関係が深い地域なんです。ちょっと入らせてもらうわ。やめてください。高谷なんでやねん、なんでやねん。だって高谷がさ、オオサンショウウオ見つけられてないのにお風呂入るな。いや、それを言うんやったらお前らも涼しいよ。お前らにとってはお前、オオサンショウウオ探そうと思ってんだ。ポケットに手突っ込んでる。気持ちいいね。なあ、もうちょっと頑張ろうよ。温かいな。やめて本当にやめて。怒る。なんでやねん。マジでやめて。え、なんでお前はそんな強気なの。お引き取りください。ありえんな、お前ら。バイバーイ。バイバーイ。マジか。帰れ。めっちゃ気持ちいい。うん、めっちゃ気持ちいいです。あれ、みんな見えてる？見えてないけど、なんか散ってきた。散ってきたね。あの下がちょっと砂利になったって血行が良くなりそう。うん、なんかここ歩いたらなんか足がちょっと痛いんやけど、それがなんか気持ちよくなってくるかも、ね。痛気持ちいい感じ。うん、一人で今からオオサンショウウオを探していきます。まあなんせ一人なんでね、ものすごい、心細いというかもう怖いです。これ見つけたとしても、これやったーっていうみんなの喜び、分かち合い、そういうのがないと視聴者喜ばんのんちゃうかなと。なんで俺がこれずっとしとかなあかんのか、もうほんまに意味が分かりません。ていうかオオサンショウウオをちゃんと見たことないからよく分からんのよな。ああ、もうこうなったら絶対見つけたい。すいません、ちょっと暗すぎるため全てカットします。結果だけ報告すると、オオサンショウウオは見つけられませんでした。それから 2,3 日後、スタジオに戻ります。オオサンショウウオ見つけれませんでした。あー、見つけなかった。申し訳ないです。非常に親しみやすい格好していたのに。いやいやいや、衣装を編集長が用意したんですか。そうです。いや、もう絶対ダメでしょ。あれはどういう意味だったんですか。人間の姿で近寄っていたら警戒されるでしょ、うん、なので、うん、仲間かなと思わせるためにあれ。余計警戒されるわ。絶対余計警戒されるわ。あのもちょっと色白のオオサンショウウオでしたね、あれね。まあね、もう段ボール感が丸出しでしたからね、うん、まあ、でも自然に恵まれて囲まれて
ね、リフレッシュして帰ってこれるんじゃないか。まあそれはね、自然についてはすごい学ぶことができました。まあ、ただオオサンショウウオは見つけれなかった、本当にすみませんでした、うん、いいね、はい。ということですか、うん、実はね、ロケから帰った次の日という話なんですが、はい、これがね、新庄さんから届いてるんですよ。これ、うん、オオサンショウウオを見つけたって。え、嘘でしょ。見つかったって。ちょっと見てみていいですか。どうぞ。発見です。ゆらゆらしてるやつ分かりますか。そう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 、これこれ、いやマジでおるやん。え、これ俺らが、うん、行った次の日ですよ。次の日、次の日、マジで、うん、頭から尻尾まで70センチぐらいあります。かなりご長寿な個体と思われます。いやもう絶対もう こうなってきたらマジであの衣装のせいじゃないですか。違う違う、魚とか動くものをあえてじーっと待ってて、口の前に来たものをパクッと飲み込みます。 OK 以上、あんちゃんでした。小バカナでした。うわ見たかった、うん、めっちゃ見たかった。やっぱりもう少し濃い茶色にしとけばよかった、ね、いやその問題じゃないですってなんでな、うん、悪すぎでしょ悪いんかいいんか、いや悪いわ、うん、どう考えても悪いわこんなもん。そういうこともあるっていうことですよ。うわめっちゃきついわ。うわ見たかったな。結構でかいんですね。でかいよね。まあちょっと遠目なんで、まあ、触ったらあかんのでしょうから、うん、ちょっと表は見れなかったですけど。だってあー悔しい。まあでもよかったじゃない。これ翌日だったけどね、うん、確実に姿を見せてくれて、うん、まあでも視聴者の皆さんには見せることができて、うん、まあそれはなんとか、まあなんとかね、うん、まあ、映像だけでも面目は保てましたね、うん、キャンプ匂いは届けません、届けれませんけどね、うん、まあそれ生で見つけたとしても届けれませんけど、うん、そう、うん、まあよかったじゃん。まあ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 よかったということにしておきましょうか。まあ、現地スタッフの皆様に、いや本当に現地スタッフの皆さん、小バカナさん、あんちゃん、とんちゃん、そして高木井戸さん、ありがとうございました。帰った後も捜索していただき本当にありがとうございました。それはそうとね、ここで話はガラリと変わります。これちょっと何ですか。これ次号の月刊キャムネットの次号のキャム TV の広報担当のさとみちゃんの原稿なんですかね。月刊キャムネットでは格付きでウェブマガジンを配信しています。そこで広報担当さとみちゃんがキャム TV の記事を書いています。はいはいはい、うん、先日その原稿を書くにあたって私が取材を受けたんですよ、はい。でまあ、その時に、取材に答えたんですが、まあ、その結果こういう事故の原稿が、届いてるんですよね。いや僕がちょっと気になったのが、うん、まあ、これ多分、うんうん、都市伝説編のこと言ってると思うんですけど、そうそうそう、うんうん、高谷さん一行は、うん、龍馬さんを探しに行き、うん、実際に会い、励ましの言葉をいただいた、うん、ああそう、そうか書いてあるわな、うん、不思議やね。ちょっとというか、うん、結構かなり事実と異なってるような気するんですけど、うん、まあ、なんでこうなったかっていう話もあるけどな
あれのことですよね。そのだから記事になって龍馬さんからエールをもらっとるんちゃうかっていうことの話ですよね、うん、そうそうそう。確かに土佐に行った翌日、龍馬の生まれた日にキャム TV が新聞に載りました。しかし龍馬に会ったという事実はありません。実際にあったみたいな感じで感じますけど、いいんですか、ね、ドキチンドキじゃないでしょこれ。いやこんなこと書いちゃダメでしょ。なんでこんなことになってるんですか。だって後ろにね、また編集長がいらんこと言うたんか。もう調子に乗って、調子に乗ってるかもしれない。絶対そうですよ。言ったかな、おかしいな。でもめ公の文章で事実と異なる内容が書かれてしまった。なぜこんなことになってしまったのか、これからどうするのか、次週その全貌が明らかに。